はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。ココホレガンダーはいですか。そうですね。どんぐらいやってる？なんか一説によると、ミスターさん情報でよると1日サクセス2回でその日のマックスは取れるらしいよ。2回はでも運良くてですよね。あ、そうなんだ。だし、あとは、多分我々はボーナスある程度詰めてるから、っていうのがやっぱりでかいんで、無課金でイベキャラ揃ってないってなると、結構やっぱり周回しなきゃいけないと思いますね、サクセスを。なるほど。まあ、ただそれでもやる価値があるので、これやっぱり無課金の方ほどやった方がいい。ここを集中してやった方がいいです。まあ、一応下からどん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 引いていきますね。はい。もう10枚ずついいんじゃないこれ。ね。これ楽になったね、こういうの。そうっすね。そう言われてみればそうっすね。そうだよ。あとなんか R ガチャ券で SR が出たっていう人いたみたいね。出た、来てましたね。ツイートでなってたね。ちょっと信じられないぐらいですけどね。お、ありがとうございます。おっと、危ない。そっか、アイテムも結構もらえんのか。お、 R、 お、おさち招きもらえるんですよね。うん、ただ待つだけでしょ。ああ、そうか。うん、今日もすげえ寒くない？すごいっす。ごいすーです。もうさ、寒いのは苦手だから。今ね、 R? R ガチャ券でした。じゃあ地区に行きます。地区タケタケ、ここも SR は出ないんですよね。ここは出ないんじゃないかな。そしたら割とサクサクっと、ここもやっていきます。おー、 R ガチャ券またもらった。 R ガチャ券は地味に嬉しいですよね。 R ガチャ券ででも俺いいの来た試しあんまないな。まあ、それこそ今カズさん言ったように SR が出るなんて信じられないですよね。でも PR は割と出るイメージあるんで、 R ガチャ券から。はいはいはい、なるほど。そういう意味で言うと、まあ、R ガチャ券はだから嬉しいですね。まあ、明日からもう週末ですけど、今招きもらったの？なんか招きありましたね。なんなの今？招きかけ3入りましたね。ちょっと、まあやっていきます。まあ、週末になるけど、特に週末何するの？週末はですね、俺のサッカーの誘い断って、明日は普通にサッカーありますね。雨だよ。雨す、いやでも SR2 枚結構出るじゃんね。え、これ赤から招きも出るんですかね。そうなんじゃない。さあ、一体も招きは出ず。でも一番欲しいの招きでしょ。そうっす。うん、まあでもやっぱり SR もね嬉しいですけど、特はどうすんの？ミキサー？ミキサーです。5は作らず、今回はちょっと作らないで、結局前回5にしましたけど、いや渋い方だなこれ。多分昨日あの100人近くの LINE もあるじゃないですか。 あるね、あるね。あの LINE ではバンバンみんな出てますよね。PR ガチャ券嬉しいですね。さあ、あと12枚でございます。いや、ちょっと3枚抜きぐらいはしてほしいな。してる人いっぱいいたからな。はいはいはい。うわ、渋っ。おっ、強く出んな。顎ばっかりですね、浜崎くん。そして招きもゼロだ。この曲バットっていうのすんげえ出るな。いらないっすよね。俺すんげえこの前のイベントで使ったけどな。ああ、そうっすね。うん、ググったか。ググってない。うん、うわー、招きは1体もです。俺これ多分全然ダメな方だ。え、招きの割合ってどのぐらいなの？いや、わからないですけど、去年の感覚で言うと、10連やれば1個は招き出てくるイメージですよ。そんなだったっけ。時として掛け算で招き出てくることもありましたし、あ、掛け算のね。え、すげえじゃん。あ、ほら、 R ガチャ券でやっぱり PR。 え、すげえいいじゃんこれ。しかもユニエミは俺多分持ってますよね。持ってなかったっけ。ここはもう引いていきます。え、今のすげえ良くなかった？すげえ良かった。でも R ガチャ券割と、これあんだ、こんな感じだと思いますね。おお、イヌキ SR 持ってないです。まあ結果としてちょっと俺今回もうすげえ頑張ってで、今日の分も多分もう全部回収したと思うんですよね。本当だ。ここ5枚だけだ。まあそこはね、もう SR はないって考えるとちょっと渋いっすね。まあミキサーはこのイベントが終わるタイミングでやるか、
みんなをこう発奮させるために発奮、そこでもうミキサー回しちゃうかとか、まあいろいろ今考えてるんですけど、できればそこは復刻キャラとかいるときにね、うん、まあオフ会の時にミストさんかな、 SR ミキサーで神楽出してましたからね。いやそこはちょっと考えながらね。そうだよね、まあ難しいよな。ユニエミは持ってなかったのかな。ユニキバは俺あいるね、解放していこう、行っちゃいます。今回の見せ所はなんか行きそうだけどね。こちらになります。トレインタポルシエント、トレインタポルシエント、どういう意味ですか。 30%渋かったっすね。渋いな。でも特はあれなんだね、福岡リベンジャーっていうのに変えてんだね。あ、そう、変えてまた終わったからまた変えないダメっすね。そうだよ、次は東京リベンジっすね、うん、もうそれの繰り返しになってるからね、大阪から。そうだよ、よくないよ。さあそして今日の2時ぐらいに吸血再びみたいなね、はいはいはい、こんな感じで来ました。これ何が起こるんですか。まあおそらくやっぱりバンプ高校の強化パワーアップ、強化パワーアップ。あとなんか一説によるとその重金属のサードが、はいはい、メールっぽいやつがいたからキメタルチャンスね、うん、だからなんか別バージョンが来るんじゃないかみたいな話もありましたよ、はい。であとはハロウィンイベントもそこで始まる、うん、で去年はハロウィンイベントすげえ熱くて、うん、覚えてますか、あの大丈夫博士が絶対来たんですよ。そんなのあったね、そういえば。で成功手形を持ってると、うん、だ絶対成功するっていう。でそれがメスも確か同時に持ってきたのかな。え、メス、メス大丈夫は確かなんかまた別の大丈夫だった、記憶もなんかどうだっけな、あったっけ。ちょっと過去動画振り返んねえとな。そう、まあでもどちらにしてもなんか去年はその大丈夫博士だかなんかが絶対に来て手形を持ってくっていうのがなんかあったね、あったんで今年もじゃあハロウィンイベントはですかね。でまあそこで今回その今カズ話したようにキメタルの話もしましたけど、去年はデスノートコフデが配信されたんで、まあ多分復刻するんじゃない、何かに引っ掛けてデスコフデなのか、その今言ったようにキメタル、うん、出てくるのかちょっといろいろ楽しみですね。出てこいやって、出てこいやって、え、ちょっと待って、俺メールの別バージョン来てほしくねえな。50でしたっけ、メール50だから。メールの別バージョンちょっと来てほしくねえな。でもメールの別バージョンって言ったら絶対強いと思いますから、ね、絶対強いよね、絶対強いですね。そう考えると、うん、激アツな復刻というか新バージョンになるのかもしれないですね。ああ、まあでもこれがもし仮にイベキャラとして出るなら、うん、すげえなんか面白いことやったなって思いますね。コナミを称えるというか、はいはいはい、結局このキメタルって視聴者さんからいただいたなんかイベキャラ像みたいなものを元にキメタルってできたわけじゃないですか、うん、でそれがそのままイベキャラ化されたってことは変な話、僕がこういうキャラ作ってみたいな感じで書いたものがそのままイベキャラで出てるっていうのがすごい面白いし夢あります。そうだね、だからそこはなんかコナミさんよくそこまでやったなって思いますね、うん、だから結構いろいろ我々もさ待望の、そう、待望の何かあるかもしれないよ、ついに完全のイベキャラ化、うん、いや気分屋は持っててほしいな、うん、もうコツレベル5のパターンでほしい。あー、いい、最強っすね、それ強いから最強っすね、うん、イベントでコツレベル5。まあでもちょっとここの、うん、これですね、10月24日メンテナンス、うん、でパワープロ TV もあるんで新サクセスも来る可能性あるわ、新サクセスも来るかもとかいう、ちょっとこれはすごい楽しみなパワープロ TV になりそうですね、うん、10月23日ですかね。ちょっとパワープロ TV もゲスト出演とかしてみたいよね、してみたいですね、うん、すごいもうガチガチに緊張してみたいな、はい、はい、あ、いつもすいません、なんか変なこと言っててみたいなね、うん、なるほどね、ちょっと楽しみがワクワクが止まらない、ね、はい、10月の末になりそうですね。そうですね、うん、そこに引っ掛けての東京大会、うん、だったりするかもしれないんで、こっから怒涛のなんかいろいろなもの催し、うん、来るよ、来そうですね。わかりました、じゃあひとまず
こんな感じで、はい、いろんな雑談入りましたけど、ココホレガンダーは皆さん頑張ってやった方がいいですよっていうことです。私は昨日はちょっとね、回収がちょっとしきれなかったです、うん、てかね、最近ね、俺夜寝るのも早くて、最近もう12時半ぐらいにはもうね布団の中にいんのよ。いや、すげえいいことだと思います。健全でしょ。健全です。で、朝さ7時ぐらいに起こされるからさ、カズさん起きてっつって息子がこうやって目開けに来るから、こうやって開けに来るからね。かわいいっすね。絶対起きれるでしょ。絶対起きれる。やばいよ、だって目開かされるんすよ、うん、起きてパッてやられるな。声で起きたいっすね、せめて。どうなんですか、これで起こされるときって。いや、もう絶対起きるよ。おお、ありがとうみたいな。今日だって朝からこうやってプラレールで遊んだから。いいっすね、朝から。いや、でもちょっとここの周回は頑張りましょう。分かった。多分カズさんも前回、うん、先々週ぐらいに多分6連続ミキサーみたいな SR やってましたけど、それが可能になると思うんで、また、うん、ちょっとまたここは頑張りましょう。分かりました。じゃあそんな感じで皆さんも一緒に頑張りましょう。はい、また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。